アメリカユダヤ人共同配給委員会は救援機関、ジョイントとして知られる。45のユダヤ人救援団体で構成される災害援助ユダヤ人連合の活動調整役を果たしている。1914年設立。ユダヤ人、異教徒を問わず救援活動を行う。85以上の国で活動しており、2001年にはエルサルバドル、 インド西部の地震における救助活動を行った。1933年から1939年までの間に25万人のドイツのユダヤ人と12万5000人のオーストリアのユダヤ人を救助し、ポーランドとユーゴスラビアにおけるタイナチスパルチザンを助けた。神戸にあったユダヤ人コミュニティは、 戦時中大半が上海に移動し、1万8000人のコミュニティが上海に形成されたが、その際支援活動を行った。最近では、ソ連のユダヤ人、ベタイスラエル、イエメンユダヤ人、イラクのユダヤ人の救援活動を行っている。2007年、委員会に対して、イスラエル国家からイスラエル賞が授与された。ありがとうございます。